求めて振り返ってもそこにはただ風が吹いているだけ吹いているだけ吹いているだけ。ありがとうございます。ひろぽん口笛だけのつもり。いやいやいや、もう最初から来ちゃえばよかったのに。はい、そしたらですね、一応あの冬のミス出て入ってるからいいのかなと思って選びましたが、もう1曲ぐらいやって皆さんに回しましょうね。何にしようかな。最初の頃はね、一年中歌ってた歌なんですけど、っていうかね、私あの植物苦手でして、はい、花言葉はおろか、季節とかそういうのがね、全然よく分かってなくて、ああ、これって、冬なんだっていうか、シクラメンっていう花ですね、うん。冬の花って言われてね、あんまりピンとこないというか、椿とかサザンカとかそういうの分からないけどね。うん、ということで、シクラメンの香り。真綿色したシクラメンほど清々しいものはない。出会いの時の君のようです。ためらいがちにかけた言葉に驚いたように、振り向く君に薄紅色のシクラメンほど眩しいものはない。恋する時の君のようです。木漏れ日浴びた君を抱けば寂しささえも置き去りにして、愛がいつの間にか歩き始めました。紫のシクラメンほど寂しい
ものはない後ろ姿の君のようです。暮れ惑う街の別れ道にはシクラメンの香り虚しく揺れて必要であればあのドラムベースピアノ何でも揃っておりますので今日はそうですね、この辺にいますね。分厚い割にはね、できるのないのあんまり。あ、私なんて私もね、アクスいっぱい持ってきてるけどフォークということで、これで、はい、あ、もう十分でございます。それよりどうもなさいメンテナンス側にいえいえ、とんでもない、そうだね
寿司を待つ君の横で僕は値段を気にしてる。季節外れの売りが光ってる。東京で食う寿司は銀だが最高でと刺身のいたで君が握り寿司をたらふく食べて同伴アフター見つがされてる。今ウニが来て君はヒラメも食った。ボタンエビホッキホタテも食った。始めた水槽の中のアワビ指さして、君は注文しようとしている。君の唇がオトロアブリと動くことが怖くて舌を向けた。寿司を食わせりゃなんとかなると、この下心叶わぬままに、今ウニが来て君はネギトロを食った。2人前お土産持って帰った。君が立ったカウンターに登り、紫に溶けたわさび見ていた。今お愛想で僕は買い買い切った。ごちそうさまと君は帰っていった。寿司おごり財布身軽になった。寿司おごり財布身軽になった。これどっちかフォークというよりは演歌なんですけど、聞いたことがあるようなまたメロディーでお届けしたいと思います。これが紅白にちょっとぴったりなのかなという雰囲気を食べようかなというところです。少し古くたっていいんじゃない、食べようかな食べようかな。匂い嗅いだらいけそうじゃないか。熱を通せばなんとか食える。食べようかな食べるのよそうかな。期限切れてたっていいんじゃない、食べようかな食べようかな。犬にやったら食べるじゃないか。腹は減ったがやっぱり怖い。食べようかなお客に出そうかな。食べようかな食べるのよそうかな。ということで、ママはそんなこと考えてないからね。ありがとうございます。いやいや、もっと聞きたい。2曲は。ネタ帳がどれぐらいなんだろう。いやー、なんで我が家の事情を知ってるんだろうみたいな。
ありがとうございました。じゃあまた次、今日この人数ですからね、すぐ回ってきます。食べ終わりましたか。この歌な、あ、こういうのいいね、こういうのが一つ、ね、知らないのができないんで何千曲とか書いてあるやん。聞いたことないな。僕歌なんか、まあいいでしょう。はい、それだ、それママのノートが入ってたら大変なことが入ってた。秘密のアッコちゃんが入ってた。秘密のアッコちゃん、それはあのマイクのところで読み上げないといけない。これそれセメント、セメントってのはね、すごいね。これはマジで硬いんです。絶対に。どれセメントなの？え、ね、これはこれはポップス。赤本とか、センチとか。あれ何がない？まあ、とりあえず、パッとじゃあ、マイクができていただいて、できるのあれば。じゃあ、行きましょう。みんなで使うから、これ電話しますか。渋いですね。どっちですか、ね、これ渋すぎるじゃん。ちょっといけないよ。あ、これこういうので行きましょう。これも。ちょっとないの、それじゃね。困ったんですよね。はい、じゃあストップいってくださいね。はい、ストップ。それもそうだね。その下の赤本も。本屋さんができちゃいそうだね。これ、カラオケの状態。それ電話帳で、それ違う。違うと思ったわ。
実はあの先週から風邪ひいて、あの風邪は治ったんですけど喘息になっちゃいました。咳喘息ってやつで、風邪で咳込むのが長引いちゃったもんで、この辺が炎症起きて、あの吸入薬ってやつをあのカチカチって回してスーッて、あれでなんとか、あれでブレスがなんとかなってるっていう状態。なんか、ノルマが2曲ってことなんで、あのもう一発じゃあ寝くて。バッテルしちゃっていい、すごい、なんか違うじゃないですか、なんかこれ同様になってます、同様になってますね、行きますか、同様行きます、同様行きますか、
とね。なるほど。キャラメル拾ったらそこだけで、ね、どんな人の前でもまあ、なるほど。お腹が痛い。めくった時間がなかった。すごい悲しいパターン。いや、悲しいのもそうだけど、今時の子供ね、動揺するとあろうか知らなかったね。昔なんか78回転の。
みたいな。歌わないの？歌わない。歌わない。そもそも歌わない。はね、昼間してるの。今は無理だもんね。そうね。はい、お願いします。あれ、これじゃねえな。素晴らしいですね。あ、ありがとうございます。もうヒロさんなしで生きていけないって。はい、ありがとうございます。乗って
ージピアノマージドラム森山さんベースミロポン。あの一番ちゃんとネタを仕込んであるのはママだね。この日のために一番いい加減なの俺だよね。可愛い魚屋監督やる。ありえないでしょ。どこってなる。まあ、大丈夫です。一番かどうかわかんないけども、一番二番は広瀬さんか俺だな。あんまり違うのやってもな。いえいえ、あのね、ドフォークの定義はないんですよ。定義はないんですよ。定義は自由なので。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。歩き疲れては夜空とリフトの隙間に潜り込んで草に埋もれては寝たのです。ところ構わず寝たのです。歩き疲れては草に埋もれて寝たのです。歩き寝たのですが眠れないのです。この頃は眠れない、丘を引いては眠れない、夜空の下では眠れない、揺り起こされては眠れない。歩き疲れては草に埋もれて寝たのです。歩き疲れ寝たのですが眠れないのです。そんな僕の生活の柄が夏向きなのでしょうか。寝たかと思うと寝たかと思うとまたもれ気にからかわれて、秋は秋からは風呂車のままでは眠れない、秋は秋からは風呂車のままでは眠れない。歩き疲れては夜空と陸との隙間に潜り込んで草に埋もれては寝たのです。ところを構わず寝たのです。ありがとうございます。
手上げは全然考えぬ、年内値上げは考えぬ、当分値上げはありえない、極力値上げは抑えたい、今のところ値上げは見送りたい、すぐに値上げを認めない、値上げがあるとしても今ではない、なるべく値上げは避けたい、値上げせざると得ないという声もあるが、値上げするかどうかは検討中である、値上げも避けられないかもしれないが、まだまだ時間が早すぎる、値上げの時期は考えたい、値上げを認めたわけではない、すぐに値上げはしたくない、値上げには消極的ではあるが、年内値上げもやむを得ぬ、資格値上げもやむを得ぬ、値上げもやむを得ぬ、値上げに踏み切ろう。以上です。Thank you.
もう一曲クリスマスだからクリスマスの時に。じゃあ、そうですね。はい。ちょっと長いですよね、きっとね。いいですか？値段は分かったんで。これ、日本語で題名ありますけど。嘘は罪ですね。嘘は罪。聞いたことあるかもしれないけど、どんな曲でしたっけ？どうしたら音鳴るんですか？なんかスイッチ押すんでしたっけ？え？ロキさん、はい、音鳴らすのってなんかそこのスイッチ入れないといけません。黒いこっちを、イクライザー黒いこっちを押していただければ。あ、これか。はい、あの、ちょっと入ります。ごめんなさい、スイッチで時代遅れだけど。いやいや、痛みの薬がちょっと Thank you.
一曲歌わせてください。あの、お会いになりますし、もしやれば一緒になりますか。C は C ですね。はい。今日ね、なんかしながら。じゃあ、ピアノでこういう。あ、ピアノでこういう。ピアノでこういう。何を歌いますか。ホワイトクリスマスって。どうぞ。Thank you.
ありがとう。いや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 。まあまあ、あれやりましょう。ユーズビーソーナイスをする。はい。はい、ママの登場でーす。I love you.
¿Qué es lo que